皆さんこんにちは。スタンピングアップジャパン公認デモンストレーターのウェラード里美です。今日はこのビデオで、オンラインでスタンピングアップのお買い物をしていただく時のやり方を、ご紹介したいと思います。まず今皆さんがご覧いただいている画面は、私の、個人の、ブログですね。これはスタンピングアップの公式サイトではないです。これが一番最初のページなんですけれども、この部分にですね、リンク、スタンピングアップお買い物サイトというものがあります。または、ページを下にスクロールしていただくと、毎回の記事のところにこのマークがあるんですね。お買い物はこちらから、ここをクリックしたらいても同じ場所に飛びます。そして、これが私のスタンピングアップジャパンの公認ウェブサイトになるんですが、実はこの部分にですね、ビデオが映るようになってるんですね。今、私はこれ、インターネットを Google Chrome で見ているので、こんな形になってしまうんですが、インターネットエクスプローラーを使ってウェブを見ていただく方には、ここにはちゃんとビデオが入っていますので、ご安心ください。そしてこちらですね、ストアというところをクリックします。はい、そうすると、これがショッピングサイトになります。で、こちらのところにね、ウェラード里美と私の名前が入っているところが、私の公認の、正式なスタンピングアップの、ウェブサイトとなります。初めて、私をデモンストレーターとして選んで、お買い物をしていただく方には、まずこちらでアカウント作成をしていただきます。次にクリックしますね。そうすると、こういった画面が出てきます。これは普通にインターネットでお買い物をするときによく見るタイプのアカウントを作成するときのものだと思うんですけれども、こちらですね、必要事項を全部記入していただきます。そして、時々この住所ですね、住所を入れたときに、郵便番号を入れて、そこから住所が確認できませんでした、みたいなメッセージが出ると思いますけれども、そのメッセージは無視していただいて、入力した住所を選ぶというメッセージが出てきたら、そちらを、OK ということで選んでいただければ大丈夫と思います。さて、このページで、重要なところは、ここの部分ですね。ここです。上記の届け先を希望します。これはこの、配送先の住所のことなんですけれども、こちらですね、スタンピングアップからの製品情報、キャンペーン情報、最新イベント情報など受けたい。これ受けたい方だけは、もうはいというふうに置いていただいて、受けたくないは別にということであれば、もういいえをクリックしていただければ、この形でね、いいと思います。さて、さらに重要なのがこの部分です。私のデモンストレーターが私に連絡することを許可します。この質問ですね、なかなか見落としがちなんですけれども、実はここをはいと押していただかないと、実は皆さんがお買い物をしていただいたことが、私には、どっかの誰かさんがお買い物されましたよという通知は来るんですけれども、皆さんだということがわからないんですね。で、これがわからないと困るということではないんですけれども、分かった方がいいことがたくさんあります。例えば、私自身がお買い物の、キャンペーンを行っているとき、ね、そのキャンペーンのプレゼント商品をお送りする送り先、またはどなたに送ればいいのか、そういった情報が全くわからなくなっちゃうんですね。はいというふうにしておいていただければ、どこのどなた様が、どちらの方にプレゼントを送付してほしいと思っているかというような情報がわかります。また、買い物されたものがですね、万一不具合があった場合ですね、そういった時は、担当である私が皆さんのお世話をさせていただくんですけれども、その場合もですね、お買い物をされた時にここがいい家になっていると、名無しのゴンベイさんがお買い物をされたという形になりますので、もし、その状態でお買い物されたものの中に不具合品があった時に、皆さんが私にコンタクトをしていただいても、こちらから皆さんがどの分のお買い物でどの人なのかという、
紐付けができないんですね。ですので、ちょっと対処するのに通常よりもお時間がかかってしまいます。ですので、できればこちらはいつも最初にアカウントを作成するときに私のデモンストレーターが私に連絡することを許可しますを、はいっていうふうにしておいていただくと、漏れなくキャンペーンに参加することができます。